皆さんこんにちは。本日のカートップ TV はなんとね、皆さん僕もご存知かと思いますけど、私のあのマイカー選びなんだお前、何者だ。土屋さん、どうしちゃったの。今日は土屋さんが愛車選びをすると聞いたので運転手としてやってまいりました。お前運転手これ、ね、はい、よろしくお願いします。エロいね。ちょっと、はい、運転手、はい、ちょっと運転手としてお手伝いさせてください。カラスにバカにされてるよ。カー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 じゃねえ。イノシシがカーカー言うな。ということで、はい、もう私のあのマイカー選びでね、はい、いろんなもうあのメルセデスだとかいろんなもの乗ってきましたけれども、はい、やっぱね、俺は自分でこうプライベート運転するから、はい、こうコーナリング重要なわけよ、うん、それでちょっとアルファードなんかはね、はい、ちょっと気になるから、高いんだけど、はい、気になるかな。何なんだこれは。今日はあのエルグランド持ってきました。私見りゃ分かるよ。ちょっとオーテック仕様なので、ちょっと土屋さんにもちょっと運転してもらいたいんですけど、まず先に運転させてください。お前なんか回し物みたいになってきてるね。やめてくださいよ。使えねえだろう。さあ、ということで毎回選び行ってみたいと思います。はい、今回はドリキン土屋圭一のマイカー選び、国産ワークスミニバン筑波決戦。今回筑波サーキットに持ち込んだのは日産エルグランドとトヨタアルファード。エルグランドは日産のワークスブランドオーテックが内外装を中心にコーディネートしたモデルだ。はいよ。さあ、まずはアンナちゃんがステアリングを握り、2列目の乗り心地をドリキンがチェック。結構ロールするな。しますね、うん、サーキットだけど限界まで攻め込まず、あくまで街を流す程度のスピード。コーナーはやっぱりアンダーな気がしますけど、どうですか。いや、アンダーだよ。ですよね。うん、古いからさ、車が、はい、そこはもうしょうがないんじゃない。はい、ブレーキはよく効きますね。あ、そう。はい、結構なロールだな。2ギアの進入でアウト側に体がもっといかれそうになるドリキン。あ、ここもクリップ取れない。うん、ちょっと急制度をやっていいですか。いいよ。もういいんじゃないの。いいですね。うん、いいんじゃないの。あ、でもアクセル踏み込んだ時の加速はちょっと鈍いかもしれないです。あ、そう。はい、まあ 2.5 リッターターボでパワー的にはこんなもんでしょう。十分でしょう。続いてドリキンがドライブ。うん、十分だと思うな。ミニバンだからね、このアンダーはしょうがないかな。車自体がね、結構古いからね、そこはもうしょうがないよね。乗った感じはすごくいいね、しっとりしててね。でもドリキン、ダンロップの進入は挙動が安定してるようだけど。続いて2ヘアはどうだ。ちょっとアンダーステアか。うん、なかなか落ち着いてていいんじゃない。今回テストするアルファードはトヨタのワークスブランドモデリスタのカスタマイズパーツを装着している。エアロパーツは装着しているが、サスペンションはノーマル。テストしたのは 2.5 リッター直四ハイブリッドの 4WD モデルだ。さあ、まずはアンナちゃんのインプレから。これは快適だ。
座り心地どっちの方がいいですか？俺はこっちの方が全然いいよやっぱトヨタだから森蔵さん仕様なんですかね。ああ、シートなんかも全然いい。そうですよね。うん、ロールが気持ち悪くない。そうですね、うん、全然目線の移動も少ないです、運転していて、うん、これはしっかりしてるな、はい、2人とも大絶賛のモデリスタアルファード。ダンロップコーナーも軽快にクリア。これは乗っていて楽しそうだぞ。軽快だ。軽快ですね、うん、なんか運転席の座り心地もこっちの方が私好きです全然金のかけ方が違うよねシートも車も、はい、ちょっとまた同じ場所で急制動やってみます、うん、全然いいよ。こっちの方が短く止まる。そうですね、うん、あ、ブレーキ全然効くなこれ。さあ今度はドリキンのインプレ。先ほど2列目シートの乗り心地は大絶賛していたけど、ハンドリングはどう？ブレーキ全然効く、こっちの方が。こっちの方がっていう言い方はないけどね、エルグランドよりもアルファードの方がやっぱブレーキは信頼性は高いかなっていう感じはするよね。バーンって効くよね。動力に応じてる、本当にブレーキの動力によってやっぱりその効きが出てくるから、で反応が早い。ちょっと大絶賛じゃないの。最終コーナーはどう？大柄なボディにもかかわらず安定した姿勢で高速コーナーをクリア。うん、ロール感もないね。こう運転しててもロールしてるっていうその感覚が少ない。本当に綺麗にコーナリングに入ってくる。2列目に乗った時のまんまだね20インチ履いてるんだけど、そんなにこうゴツゴツ来ない。はい、今日は土屋さんの愛車候補ということでこの2台を比較していただいたんですが、エルグランドとアルファード、まず見た目の方はいかがでしたか？こっちの方が高そうに見える。あ、こっちはもうラグジュアリーな感じですよね。でもあのこっちもなんか落ち着いた大人の品格があって、しっとり落ち着いてる感じしますけど。はあるね。ありますよね。あるある。土屋さんはこちらが好みということですね。そうだね、俺2列目に乗るから、はい、2列目に乗る時ってやっぱりねこう気持ち悪くならないっていうのが前提なんで、やっぱこうロールがこれはね結構大きいんで、こうグラングラン来て。そうですね、こっちの方がしなやかな足の動きをしてましたよね、うん、はい、だからそういう意味では2列目に乗った時にこっちの方が良かった。シートもいいし、そうなんだろう、ロールの抑え方、はい、もいいんだよね、はい。運転していてはどうでしたか？運転してやっぱりこっちの方が、ロールがない、はい、ない分、はい、こう軽快に動くよね、ハンドリングはね、車の動きがね、はい、重いんだと思うんだ、ハイブリッドだから。はい、だけどアルファードの方がこう軽快に動くね。はい、ということはもうこちらで愛車は決まりということですかね？愛車まだね選択肢はあるけどね、はい、外国車とかね、はい、いろいろ比較して、はい、まあ、でもかなり好印象という感じです。めっちゃいいよ、めっちゃいい800万はね、800万か、86にかけるな いいんだよ、はい、もう絶対的にもう本当にミニバンの王様、うん、アルファードは、はい、ね、それに対してじゃあエルグランドはってこうちょっとね長いんだよこれ売ってる期間が、はい、だからやっぱこう新しいものにはちょっとかなわないんだけど、オーテックは頑張ってる。はい、そうですね。そう、はい、アルファードはもうミニバンの王様です。はい、しょうがない、はい、ね、そこはもう脱帽です、はい。今回は国産ワークスブランドの手が入ったミニバンを比較してみたが、2列目シートの快適性、動力性能、トータルでテストした結果、アルファードに軍配が上がった。だが、まだまだドリキンの気になる車はいっぱいある。愛車探しは続くのであった。